松広寺は大韓民国全羅南道を順天し、松光面にある仏教寺院。韓国仏教の最大勢力である宋慶州の発祥地。宋慶州の開祖である地つは、その晩年の10年間を松広寺で過ごした。高麗時代に16人の国史を排出したことから、宋宝寺説と呼ばれる。また、宋慶州の御法寺院、五大僧林に数えられている。 総慶衆の第二十一教区本寺。総慶衆は、白木寺大末期に、エリンが吉祥寺を創建した時をもって、松広寺の創建としている。吉祥寺は、下言州の寺院だった。1200年、総慶衆の創始者である、一つが、清江結社に、さらに改名され、現在の松広寺になった。李氏朝鮮の大宗による1407年の仏教弾圧の際、 存続を許された八十八寺院の中に松広寺の名前はなく、廃寺になったようである。清掃による千四百二十四年の仏教弾圧の際、存続を許された三十六寺院の中にも名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。千八百四十二年の大火事、千九百四十八年の霊水、順天事件、千九百五十一年の教費番行等で、 ほとんどの建造物が繰り返し消失し、現在までに8回再建された。ソウルオリンピックを控えた1984年から1988年にかけて大規模再建事業によって33の建造物が建てられ、現在の形になった。日本統治時代の1911年、寺説令施行規則によって、朝鮮30本山に指定された。ありがとうございます。